この後行われる内閣改造のスケジュールですまもなく今の閣僚の辞表を取りまとめる閣議が開かれますその後総理官邸に組閣本部が設置され新しい閣僚の呼び込みと菅官房長官による閣僚名簿の読み上げが行われますそして新閣僚は皇居での認証式に出席し夜には初めての閣議に臨みます一方安倍総理大臣は今夜記者会見を開き 改造内閣の狙いなどを説明することにしています。